半球半神東方グループ東方、東方シネマズ東方シネマズ、西宮 OS、東方シネマズ、日本橋券売機と上映スケジュールの様子。東方シネマズは、東方株式会社が、子会社、関係会社を通じて、同名賞で展開、運営している、シネマコンプレックスを呼び、東方洋画、放画系のチェーン映画館である。スクリーン数は、イオンシネマに次いで、 業界2位。本校では、東方シネマズ株式会社と同社が経営に関わる、映画館、及び東方グループの他社が経営する、東方シネマズ名称の映画館について扱う。シネマコンプレックスと従来館を合わせ50、サイト以上が存在する。運営主体は、東方の完全子会社である、東方シネマズ株式会社が担うが、 東方グループの他社が経営している劇場も存在する。東方シネマズ株式会社の前身は外資系のバージンシネマズジャパン株式会社である日系アメリカ人の実業家山本マーク号がイギリスのバージングループから出資を受け1997年9月12日に設立した1999年4月23日に バージンシネマズの一号店として、バージンシネマズトリアス久山を福岡県にオープン。2002年末には8サイト81スクリーンを経営するまでに成長し、日本国内で第6位の映画工業会社となった。2003年4月4日、東宝に103億円で買収され、社名、歓名ともに東宝シネマズに変更された。以降、親会社の東宝や、 他のグループ会社も東方シネマズブランドでのシネマコンプレックスを展開するようになる。また東方グループが従来から運営していたシネマコンプレックスの多くはリニューアルの際に東方シネマズに解消。発見システムやポイントカードを統合した。今後も館面変更やサービスの一本化が進む予定である。 経営効率化を目的とした東方グループの映画工業部門再編により、同社の映画工業事業を担う完全子会社に位置づけられ、2006年10月1日には、東方シネマズが親会社である東方の映画工業部門を承継。次の段階として2008年3月1日付で、東方の連結子会社である東方東日本工業、中部東方、 東方関西工業、九州東方の4社を東方シネマズに合併統合した。もともとはシネマコンプレックスを経営する企業であったが、再編により東方シネマズシャンテをはじめとする従来館も少数ながら経営している。また、シネマメディアージュといった従来名称のまま営業を行うシネマコンプレックスも存在した。なお、 当社が経営に関わる別名称の映画館とも、検証イベント等で補聴を合わせているが、発見システムなどに違いが見られる。2013年7月現在、日本国内では、イオンエンターテイメントに次ぎ、2番目に多くの映画館を経営、運営する工業会社となっている。2015年5月からは、リクエストの多かった映画を、 映画館で上映するサービスであるドリパスの運営も行っている。全親会社のバージングループの中核企業が航空会社であることから空港や航空機をイメージしたシネコンデザインが導入された。劇場ごとに異なるデザインが導入されている。基本的なイメージカラーはバージンシネマズ時代から引き継いだ赤だが六本木ヒルズは白黒、水戸内原は緑。 というように統一カラー自体が異なる場合もある。非常に凝ったデザインが施されている例もあり、2条のコリドは壁面に、竹林、廊下に、日本庭園が配置された、京都ならではのデザインとなっている。特に記述がある場合を除き、東方シネマズブランドの映画館で行われている、サービスを示す。インターネットを利用したチケット予約システム。 バージンインターネットチケットの略で、バージンシネマズ時代に、日本電機と共同で開発された。公式ウェブサイトの劇場各ページに、パソコンスマートフォンタブレット端末のいずれかから、アクセスすることで、シネマイレージ会員は、上映3日前の午後9時から、一般鑑賞者は、上映2日前の午前0時から、上映開始交渉時刻の20分前まで、 座席指定券を予約できる。決済方法は6種類あり、クレジットカード決済、ドコモ、au、ソフトバンク利用者が利用可能である、通話料決済。au での通話料決済は2010年8月26日、ソフトバンクでの通話料決済は2013年7月10日より利用可能となった。 東方シネマズギフトカード楽天安心支払いサービス、Apple Pay 決済 LINE Pay 決済の決済ができる。また、ムビチケでの座席指定にも対応している。チケットは、劇場ロビーにある発券機、または、自動券売機で4桁の購入番号と登録した、電話番号を入力することで受け取ることができる。シネマイレージカード会員は、 その際に機械にシネマイレージカードをスキャンすることで、ポイント及びマイルが加算される。並ばずにチケットを購入できる。一方で、人気作品や割引サービスデー、休日など、ビット利用者が多い場合は、発券機、自動券売機前に行列ができることがある。混雑が予想される作品では1週間から1ヶ月程度前に、事前販売が開始されることがある。 手数料は無料で、ファーストデーやレディスデー等の割引価格は適用されるが、紙の全売券、割引券の使用は不可。パソコンと携帯電話から全国ビット対応の劇場でピンポイント座席指定ができる。従来のブロックでの座席指定システム、ビームが2009年12月14日に廃止されたため、携帯電話のビットアプリでの予約も廃止となった。 2014年6月のヤフーとの提携に伴い、2015年1月26日に、ビットサービスを使用するための ID、ビット ID は廃止され、翌27日より、ヤフージャパン ID を使用する形となった。過去にあった割引サービス2021年7月14日より、東方エンズデーに移行新料金体系2011年4月5日から一部の劇場で、 長期の割引から新料金体系に変更した。今までの学生料金が廃止され、18歳以上は1500円、3歳以上18歳未満は1000円となった。さらに、会員は200円の割引、ビットでの購入で100円の割引が導入された。これらの割引は組み合わせて割引ことが可能であり、18歳以上の会員がビットで購入した場合、 夏季の場合を除き、常時1200円で映画を鑑賞することが可能であった。さらに、新料金体系の一部の劇場では、平日14時以前、または、平日18時以降が1300円となる割引も行われた。ファーストで、夫婦50割、障害者割引は継続された一方、東方シネマズでデートショーが新料金体系の全劇場で、 廃止、一部の劇場では、メンズデー、レディースデー、シニア割引のうちの一つ以上も、廃止となった。これらの新料金体系は、下記の一部を除き2011年11月30日で、終了となり、12月1日より、他の劇場と同じ料金体系に戻された。新料金体系導入によって廃止された、東方シネマズデレートショー等の割引も復活した。 これらの新料金体系のうち、12月1日以降も、継続されているのは、高校生料金1000円のみである。東方シネマズが経営している劇場を示す。東京都、茨城県、千葉県、神奈川県、東方シネマズ小田原その他静岡県、愛知県、岐阜県、富山県、長野県、大阪府、兵庫県、その他福岡県、熊本県、大分県、その他、共同経営を含め、 今後開館予定としている劇場を示す。東方シネマズが経営していた劇場のみ示す。東方シネマズに九州合併された六部工業の各社が経営していた劇場は六部工業を、東方が経営していた劇場は東方を参照のこと。ありがとうございます。